こんにちは、ジャズドラムの黒田です。セクションワークス第2弾です。今日はビッグバンドジャズのバックコーラスに出てくるキメの4種類の叩き分けになります。これです。よく見かけますよね。この4種類、前回と同じく入り口と出口が一緒なので、実は同じアプローチが可能なんです。まず機能を見ていきましょう。今回は入りが1の表で、2の裏からフレーズは次の小節の頭に抜けていきます。1表を全打音としましたが、これ2の表でも可能です。今回の2番と3番は全打音が2の表にありますね。全打音は蹴り足なので、シンコペーションの手前により安定したところで蹴れればいいわけです。1表がより安定してますし、おおらかな感じが出ます。2表に入れると細かい感じが出ます。では早速アプローチです。これは極端な例なんですが、セクションは合わせずに到着点だけフィルを入れてアプローチしています。よく出てくるフィルの4種類を使ってみました。最初の1番は呼び込みはなし、2番3番はホービートの天板のフィル、4つ目は売店になります。ではやってみましょう。次はセクションを忠実になぞって、到着点の呼び込みと到着点というものです。長い音符はシンバルとバスドラムでアプローチ、短い音符は基本はスネアで合わせます。3番は最初の音を長いと考えればシンバルとバスドラムでアプローチします。今回はシンバルでアプローチしました。やってみましょう。これは先ほどのものを全部一つずつずらしてやっています。入り口と出口が一緒なので、セクションとしては何も問題ありません。ただし管楽器などセクションをしている側にはリズムが違うと演奏しづらくなってしまうので、これくらいの長さなら問題はないですが、長く違うフレーズでアプローチするときは相手の力量を見なければいけません。ではやってみましょう。どうでしたか？全然問題なかったですよね。ってことは、この4つは入り口と出口が合っていれば、どういうアプローチをしても構わないというふうに僕は考えています。そうすると非常に幅が広がりますよね。ぜひトライしてみてください。次はセクションワークス1と同様、セクションの前に呼び込みを入れます。セクション演奏側からすると非常にやりやすくなります。セクションは音型を忠実にとって呼び込みを入れています。おそらく一番模範解答になる形だと思います。ですが、音楽的には範をしたように模範解答だけでは幅がなくなってしまうので、呼び込みをわざとなくしたり、セクションをずらしたりするんです。皆さんも仲良くなると挨拶を省いて意地悪したりしますよね。そんなイメージです。そこに幅が生まれます。譜面を読んでて間に合わなかったりすることもありますよね。そういう時はわざとの顔をするのが大事です。幅のある人だなぁと思われたりします。ではやってみましょう。次はセクションの入り口と出口をクラッシュで合わせて、あとは3連符、のび太くんフレーズなどで埋めてみました。この形は全部2拍目の全打音にフレーズが向かっています。もちろんこれは4つ、どのフレーズで使っても構いません。フレーズの入り口と出口を合わせているからです。
今度は全部バイテンフィールで作ってみました。2、3はなだれ込みになります。なだれ込みとは蹴り足が2拍目なのに対してそれも分割してしまっているので蹴ってる感じがほとんどない、セクションに直接向かってる感じになります。さて、今までシンコペーションが短い音だったのに長い音符でアプローチしていました。これ短いものを長く表現するのは結構いけるんですが、逆はちょっと難しいです。もちろん相手の音色と自分の音色がうまくいけば可能ではあります。シンコペーションは体などを使って長い音符で表現した場合は実線で見えるイメージで、休符で表現するとベクトルだけが見えて点線なイメージです。やってみるとわかりますが、切ると空白を楽しめる感じですね。これはアレンジャーが意図的であれば必ず切ることを求められます。ただ結構な頻度でドラマーに任せられます。長い短いの表記は結構曖昧に書くアレンジャーも多くて、短く書いてあるから合わせたのにそこは長い音でと言われることもあります。では短い音のアプローチをやってみましょう。では今回最後です。到着点のアプローチをしないでセクションの部分だけスネアとバスドラムの組み合わせで合わせています。このバスドラムとスネアの組み合わせはどういう風でも構いません。ビッグバンドでよくあるんですが、ブラスでこの決めがあって間をサックスが埋めてたりする場合です。そうすると毎回到着点を示すよりサックスに埋めさせた方がいいからです。あとレガートをキープすることでスピードをキープできます。シンコペーションは一体感が出ますが、スピード感は合わせるほどに落ちていきます。なのであえてシンコペーション自体を決めずに進むこともよくあります。譜面が読むのが間に合わず決めれなかった場合などはスピード重視したかった顔をしましょう。最後だけ合わせると全部できるけどスピード重視したかったんですよという意図に見えます。それではやってみましょう。まとめです。前回同様、セクションは着地地点が大事です。入り口と出口が合っていれば音楽的には間がずれている方が面白いです。ただしほどほどにしないと演奏側から吹きにくいと文句が来たりします。音の長さは合わせる場合もあるが、シンコペーションは跳躍なのであえて長い音で合わせる場合がある。セクションの合間である場合は呼び込み着地をしない場合もある。以上、セクションワーク2でした。次回はセクションの合間の埋め方を細かくやっていきます。チャンネル登録の方をお願いします。セクションワーク4以降は無料のメールマガジンのみの配信になります。コンボジャズのレッスン動画でビリーズバウンスのコンピングアドリブが学べます。今回の音源をお送りいたします。などなど登録特典がありますので、ぜひご登録ください。どうもありがとうございました。